はい、今日の一品です。今日はこんにゃくをごま油とめんつゆですね、これに白だし醤油を少々、ここで鶏ガラスープを少し多めに入れて炒めていきます。水分がなくなるまで炒めていきます。ここでお好みで一味か七味ですね、ピリ辛にしていきます。はい、水分がなくなったらカップに移して、はい、あとは風味付けにもみのりをのせたら完成です。ピリ辛だしこんにゃく、お弁当にどうぞ。